軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。父上、兄上、呂蒙が死にました。また一人孫悟を支えるものを失ってしまいました。そして曹操、一代の英傑がこの世を去りました。おかしなものです。あれほど恐れ憎んだ敵だというのに、いなくなってみれば寂しささえ感じます。同じ時を生きた者が死ぬたびにそう思うのです。そして今度は劉備と戦わねばなりません。劉備のもとには将校がいます。もしも将校と戦うことになったら、その時私は、殿、蜀の大軍勢がこちらに向けて進軍中です。怒りに任せて突き進んでいるようで、これは負ければひどいことになるでしょうな。Yeah, but they're just gonna turn it on you. 分かっている。慶州で関羽を撃った時、こうなることもまた覚悟していた。Certainly not acting out of tact. お前に全軍の指揮を任せる。大都督として。皆を率いよ。私でよろしいのですか。異例の大抜擢だな。本当に大丈夫か。俺はちょっと不安だぞ。リクソンですか。実績では俺も負けていないはずですけど。こらえてくれ主膳。リクソンには関羽討伐で呂蒙を支えた功がある。その治癒も皆の知るところとなった。この戦はリクソンの才を信じ任せたい。皆もよく支えてやってくれ。わかりました。今回はリクソンに譲ります。Do I see a little power struggle here? 殿、リク白言、大都督の任拝命いたします。しかし殿、よろしいのですか。敵方には姫様が。敵が誰であろうと孫悟を脅かす者は粉砕する。たとえそれが我が妹であってもだ。孫権様、どうも殿らしくないね。表情も変えずにああも言い切るなんて。それだけこの喧嘩がやべえってことだろう。覚悟を決めねばな。何があろうと孫悟は守り抜く。自分たちがいる限りそれは絶対だ。ん？亡き呂蒙殿の分まで死力を尽くすのみ。敵が誰であろうと粉砕するか。いや、それは正しいんだろうけどな。なんだか曹操の言葉に聞こえてな。いや、無理をしているからそういう言葉が出てしまってるのか。殿、自分で背負おうとする者に押しつぶされなきゃいいんだが。
We're also coming up on the 100-hour mark for this game. For me. 皆さん、準備はよろしいですか？諸軍はもう間近まで迫っています。速やかに迎撃しましょう。無理はするなよ、リクソン。何かあれば遠慮なく俺を頼ってくれ。ありがとうございます、関東殿。ですが、任された務めは果たします。そう言うからには、策はちゃんと考えてあるんだろう。ええ、修繕殿。ここは私たちが得意な手で行きましょう。ファイル、ファイル、ファイル、ファイル。というと、あれだな。分かってるじゃないか。早速燃えてきたぞ、リクソン。ええ、よろしくお願いします。なんだなんだ、俺たちは蚊帳の外か。二人の遊戯、さながら炎のごとくか。まずは敵を引きつけてください。敵をこちらの領内深くまで誘い込み、敵陣が長く伸びたところを一気に叩きます。一気に叩く役目は修繕殿に担ってもらいます。なるほど、それじゃ俺たちも自分の役目を果たすとするか。テーフ殿じゃないが、若輩者のお手並み拝見だ。さあ行きましょう。私たちの力で孫悟を守るのです。I can fast travel there. What's fast travel there? 諸軍の猛攻から孫悟を守らなくては。医療へ向かい、劉備を引きつけましょう。はい、リクソンなど現に諸軍の猛攻を受けても動こうとせず、足並みが揃わぬうちは。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ひよっこどもをおびゆかしてやるわ。このどもさんがな喜び焼き払え。これは医療へ送る大事な兵糧だ。よくのじいさんには絶対渡さないぞ。わしらの弓を前に立っていられるかな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。こんな日や子供に遅れを取るとは。よくのじいさん、手ごわかったな。大人気郊外を思い出したぞ。もて、兵糧庫は防衛できた。医療に兵糧を送れるぞ。敵将、討ち取った。
花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。俺より目立つな。見せてもらったぞ。より円滑に進むだろう。我らでリクソン殿のお役に立てて何よりだ。よっ花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。お見事です。私も見習わ。Head over there. Rickson was...職軍の奇襲を受けた模様ですが、リクソン様の指示で事なきを得ました。ようこそ、いらっしゃいまし。ほう、存外戦況をよく見ているようだ。リクソンを知リクソンは信頼に…これより…Let's check out Yulin now. The whole crew's here.家計の準備が整うまで、時を稼ぐのだ。防備を固め、劉備を引きつけよ。軍長、よく説く。お前たちの無念は必ず晴らす。孫悟の将兵は根絶やしにしてくれる。
順調です。予定より早めに完了予定とのこと。父上と兄上の敵、ここで私が取ってみせる。兵器部隊前へ。戦い腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。申し上げます、兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。みんな規制を上げよう。職を迎撃するのだ。尊敬の首も取れずに死ねようか。尊敬様、家計の準備が整いました。よし、今こそ時は満ちた。As you run, it's time to shine. お任せください。さあ、リクソン。俺たちのグレンの闘志、見せてやろう。任務達成の喜び、雲上を歩むがごときよ。鮮やかなお手並みですね。お見事です。Doesn't matter, we already took down the big cheese. The tea has been cooked.修繕だろ。やあ、リクソン、今だろ。グレンの炎よ、そこの未来を照らせ。というのか。今より職軍を追撃します。この機に完膚なきまで叩きのめしましょう。Oh man, we could use some help from Wang Yi here.
Well, isn't this where Ma Chao falls too? このままでは私たちの志敵将撃ち取るさ。お前の意地を見せてもらったぞ。俺の名はバタイ、あえて嬉しいよ。敵将撃ち取った。鮮やかなお手並みですね。お見事です。Yeah, I wonder if this is where Ma Chao dies. So I remember he dies, but not at the end of Wang Yi. もらったぞ。石兵八人の用心、おかげで守りきることができました。花舞う花のごとく浮き立つ気分だ。鮮やかなお手並みですね。お見事です。赤兵八人は熱い、明かりがなくてはその材料。You!
ただものじゃねえ。悪かった。これをやるから許してくれ。Obtain Brigand Leader from Brigand Leader. ありがとうございます。これで良質な油を探せます。敵兵八人を破る松明を用意してみせますぞ。花舞う春のごとく、浮き立つ気分だ。Let's go ahead and take this one. おかげで良し。この油は、だが松明のその公平を。During this mission, he's probably getting attacked. Actually,私に任せて早く逃げよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。よっ。Zhao Yun goes down in this chapter. No, he doesn't. Not this chapter. この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。戻って策の練り直しだ。敵将を討ち取った。
Just when the sun rises. おや、これは京南でしか取れぬ珍しい。ご協力したい、その素材を集めてくれませんか。はっ、あ、ずいぶん。Done break the formation one. Nimmu tassei no yoro. Unjo. Ga godoki yo. Yo.石兵八十。それには工具と工作編。村長を訪ねていただければ分かる。Steal someone else's horse? Yep.
ると思うぞ。一人、それは何かの策なのか。Yeah, it's called I'm 14 levels higher than recommended level for this mission.見せてもらったぞ。今は引くしかない。敵はなぜこんな辺境の村諸軍に中途。事情は学者殿から聞いておる。残るは勇者。春のごとく浮き立つ気分だ。うん、見事だ。そのせかつて五軍そのものに。もし鉱石まさし久々 Sweet. I think we're finally able to take on the main mission now. Yep, and that's what we'll do. Yeah, we got all the submissions.All right, all that's left is the main mission. Nimmu tatsuei no yorokobi, unjou ayumu ga gotoki yo. Sentinel Maze. 諸葛亮様よりご伝言が。我らが敵を足止めする間に撤退を取ること。そうか。諸葛亮、みんな、すまぬ。私はこれより白帝城へと向かう。
工作部隊が隠し通路を発見。陣の内部につながっているようです。敵、なんだ石像か。紛らわしいな。腕が鳴るな。ゲンリー守り敵すべて倒す。みんな不明な私を逃がすと。しまった。そなたたちの命無駄にはせんぞ。私の不明ゆえに多くの者が倒れている。彼らのためにやっと倒れるわけにはいかぬのだ。腕が鳴るぞ。皆に足止めしてもらいながら、この始末とは。劉備は追い詰めました。これも皆さんの奮戦の賜物です。敵将撃ち取った。そこまでだ劉備。これ以上の抵抗に意味などない。まだだ。まだ私は引けぬ。文長と翼徳の無念を晴らすまでは。ならば是非もない。今ここで Shen Zhang probably comes out. Yep. 逃げて玄徳様。姫様。将子殿、なぜここに。賢人様、玄徳様を斬るつもりなら私が相手になるわ。そこをどけ将子。私は劉備を撃たねばならん。孫悟の家族を守る、それがこの身に課せられた使命なのだ。私も同じよ。大切な人たちを守りたい。虎の牙は愛する家族を守るため。私にも父様の血は流れているから。行って玄徳様。すまぬ将子殿。将子、それでいいのか。ここで袂を分かてば二度と孫悟には戻れんのだぞ。それでも私は玄徳様の妻だから。ごめんなさい賢人様。ありがとう将子。諸軍は撤退しました。この戦、我ら孫悟の勝利です。どうだ陸孫、俺の働きは見事なものだったろ。はい修繕殿、この勝利はあなたの家系あってこそです。陸孫も大した指揮官ぶりだったぞ。ああ、孫悟の大都督として申し分ない働きだった。そんな過分なお言葉です。ところで両党殿。 Oh no! お姿が見えませんが。なんで俺に聞くんだっつーの。どうせそこらで油でも売ってるんじゃ。大変です、観音様が。ったく、この鈴の観音様ともあろうものが。観音、なんだ この傷は。よう領土、ちっと下手打ちしまってよ。物陰からいいのもらっちまったぜ。おっさんに会うのは俺の方が先らしい。
おい、冗談はよせって、しっかりしろ、カンネ。わーい、俺が死んじゃ親の仇が打てなくなっちまうな。ふざけんなっての。あんたには言いたいことが山ほどあるんだ。死ぬな。おい、死ぬなっつの。なあ、リョウト、誰かの願いを背負っちまうってのは重いもんだな。おっさんが死んで、おめえの気持ちが少しだけわかったぜ。なあ、リョウト、おめえの親父とおっさんのついででいいからよ、もう一人分背負ってくれや。じゃああとは頼んだぜ。Shudder to think what that sounds like in English. Hey, Crimson! 私の道のために大切な仲間の命を失ってしまったか。許せ、カンネ。許せ。This is I think we're finishing up chapter 10 of Wu. お前の意地を見せて。There's only one more chapter of Wu, and then I think I actually want to do Lu Bu next before we finish off Shu, and then also Nope, I guess there's still more. Watashi ga mai e susumou to sureba suru hodo taisetsu na mono ga kono te kara kobore ochi. How far did you get in I Am Setsuna last night? Aniu, Shui, Teifu, Roshiku, Ryomo.大指示、郊外、観念、証拠、私は何のために、一体、何のために戦ってきたのだ。誰か、教えてくれ。I think we got a video coming out. Oh, it's just the meeting between Xuge Liang and Lu Xun. We saw this when we were playing as Shu. この度は私、陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが医療での策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって、私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに、孫悟との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れません。ですが、それでもなお語るべきことがあります。孫悟と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀漢と孫悟の対立に今
味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫悟と食徒で大国葬儀を打つ、そしてその先は、その時こそこのような席ではなく戦場で死を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため、今一度共に戦いましょう。殿、諸葛亮殿との会談で食徒の命は回復しました。ですが一方で魏との命が失われました。今魏の大軍勢が孫悟に向け進軍中です。どうなさいますか？孫悟を犯す者は撃つ、それが何者であろうとだ。皆出撃の準備をせよ。私もすぐに向かう。殿はどうなさったのだ？心ここにあらずといった感じだが。医療でのことをまだ引きずっておられるのでしょう。殿はご自身が進んでこられた道が多くの命を散らせたと自責しておられるようです。今回の魏軍の侵攻、殿に責任などありません。それでもおそらく殿はこの状況を招いたのは自分だと思っておられるのかと。まずいぞ。孫権殿の気迫が衰えていては全軍の士気に関わる。ここは何とか立ち直ってもらわなければ。いや、ここは俺たちが。そうは言うが、何か手はあるのか？おい、聞いて。蓮氏殿に頼んで孫権殿を元気づけてもらったらどうだ？それでどうにかなるとは思えないけどね。だが他に手など。やかましいわ、小僧ども。関東殿、殿を何とかしようというのは殿に全てを背負わせるようなものじゃないのか？そうじゃないだろう。主を支えるのが真の務め。苦難の時こそそうあるもんだ。関東殿。すまない関東殿、俺たちが間違っていた。孫権殿にこれ以上の重荷は背負わせない。皆で孫悟を守ろう。ならば自分に一つ策がある。ここは任せてもらえないか？おお、珍しいな。よし、女性、お前の策にかけてみよう。ん？これは俺が時を挙げる流れか？よし、みんな、魏の軍勢謎を追い返すぞ。俺たちの力で孫悟を守り抜くんだ。Oh, another video? Josei 将軍、万事整いました。よし、これで間に合ったな。よせ。いや、俺はたまげたぞ。
また随分と大きなものをこしらえたもんだな。敵の目を引き欺く、大きいことに意味があります。誰も乗っていない船まで浮かべてた。空船で十分近づかれなければいい。義弟宗妃は大軍で南進し、我らを押し流そうとしている。だが五の地を飲み込まれてなるものか。奴らが激流だろうと抗い押し返すのだ。しかしよくできてる。俺にはちゃんとした城に見えるぞ。本当ですよね。これで中身が空っぽなんて誰も思わなそうです。いや、これは偽物ではない。自分の、いや、我らの覚悟と意地がこの城には詰まっているのだ。Keep going. この孫悟を何としても守りきる。女性、こたびの戦、お前の策が頼りだ。よっ。Okay, where do we want to go first? この偽城は強風に、しかし、yep. よし、早速城に芯が通ったな。Now we go the other way.Level 47 mission. 任務達成の喜び、運上を歩むがごときよ。帝王、お前の意地を見せてもらったぞ。よし、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、あの城壁には必ず何か裏がある。五軍の動きを監視し、逐次報告しろ。どの将か、我々の動きを敵に知られるわけにはいかん。健在だ。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。お見事です。私も見習わなければ。
ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵の息の根を止めるわ。そう、一息に。敵襲、いつの間に。急ぎ迎撃せよ。俺たちの出番が来た。来たぞ。行くぞ。突撃開始。そんなに死に急ぎたいの？なら望みを叶えてあげる。ここを覗かれたくない。抵抗されると余計に知りたくないよ。敵の痛いところをついておくわ。狙うはあの地だ。行くぞ。ここで果てるわけにはいかない。他の人に任せる。敵は我らの内調を探ろうとしておる様子。注意するよう、ウルホン殿にも伝えねばな。春のごとく浮き立つ気分だ。これより目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。帝邦が家計に必要な資材を求めてる。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。それは楽しいし。いいね。その調子で頑張んな。I guess I have to run there. Wait, new mission.取るのだ。よよ、五軍の目が光陵に向いている。今が好機よ。術光を奪っちまえ。術光は光陵防衛の要所。断じて譲るわけにはいかぬ。皆を
守るため、私たちが頑張らなくてはね。さあ行きましょう。すぐに終わりにしてやるぜ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。派手に動きすぎたか。挙動に叱られる前に引こう。よし、術工を守り抜いたぞ。ここは王領防衛の要になるはずだ。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。これより目立つな。ついに本音がな。よくやってると思うぞ。よFire attack to you. Electric Boogaloo. Heihou 殿の指示通り。家計部隊を編成しました。両党殿から資材も受け取って準備は万全。早速陸路を取って進軍します。総領近くの橋まで護衛を頼みます。貴様らはこの兵か。何をする気か知らんが、ここで排除する。よっ、中に退けられると。よかった、急いで目的地へ向かおう。There's definitely more waiting for us. Oh, Zhang Liao. How old is he? He once served under Lu Bu. お前の意地を見せてもらったぞ。引かねばならぬか。我が部、敵の企みすら止められぬとは。あの長領を退かせるとはお見事。これで無事目的地へたどり着けます。よ、目標地点到達。棟梁に潜伏し家計の準備を進めます。よっ、敵将討ち取った。お見事です。私も見習わなければ。任務達成の喜び、群青を歩むがごときよ。鮮やかなお手並みですね。
お見事です。That's everyone. No one's right on that important base. Is this Xu Huang and who? Outside on. Southend's been available since the beginning, too. Yes! ここで防御体制を取るのだ。よっ！この砦が義の進行を支えているはず。落とせば大きな打撃を与えられるぞ。よっ！敵ながら見事な気迫。この徐光明。全身全霊の武でお相手いたす。この砦に目をつけるはさすがだが、総思考が守る限り断じて渡さぬ。ありったけの闘志を燃やせ。行くぞ、突撃だ。よっ、拙者の部は拠点すらも守れぬか。俺の魅力さもただ恥じるのみでござる。敵将を討ち取った。お前結構やるな。その調子でいけよ。お前こそ真の三国武装だ。よし、ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。Sada has been with Wei forever. Either starts the chapter 1 or chapter 2. Probably chapter 2, because I heard that Andong is the only 10 chapter warrior in this game. Zhao Yun gets really close. I think he's at 9 chapters.
Wait, there's a mission and it's at a much higher level than all the others. Probably worth doing.敵の砦を制圧したぞ。近くにもう一つ兵器拠点があるらしい。そこへ魏の指揮官が向かっているそうだ。要所を潰し、そいつも倒せば一石二鳥よ。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。兵法、お前の意地を見せてもらったぞ。 Oh, they're on the outside, okay. Yo! Take your kiss, Yazze! What did I most assume that you are? Not anymore, Hama Mazen! Take no eat, I took a little sweet, Oka. Nera, not that! Nikzo! Yo! Take your sagger, Niva!懐に飛び込むのが一番。門番を倒し、剣業に侵入しましょう。剣業を狙ってきたか。急ぎ北門を閉鎖し、守備を固めよう。腕が鳴るな。敵の抵抗が激しいようだ。応援を送るよう伝えてくれ。さあ、我らの美で敵を圧倒するのです。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まずぬ。もう一押し必要なようですね。腕が鳴るの。私が美しく舞いましょう。There you go, you're not gonna be able to do that. Now the next guy. That's you. やはり俺も前に出よう。総合戦利の駒として役目を果たす。腕が鳴るな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。Yeah, he should probably be wailing on me more than he is. Yeah.
我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の勢い、恐るべきものであるとは。どうにか剣業の門を守り抜けた。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんが。Level up. Okay, now we can finally take. No, wait, there's more. But wait, there's more. との戦で消耗している今が好機だ。反復常なき孫悟をここに打ち滅ぼせ。 Are we now? 急ぎ迎撃の体勢を整えれば。全力で行く。城高の対岸に大層な城壁が築かれたが、下船。そんな時間が奴らにあった。腕が鳴るな。もっと近くで確認しないと。なんとも。よっ、いいよ、南下させ様子を伺わせましょう。感謝どもが悪あがき、この私が大粒先を逸するとはな。 Oh yeah, we'll get destroyed, but not by you. 葬儀の大軍団を撃退したぞ。女性の策あってこそだな。こんな見事な城壁を短期間で建てるなんて、どうも軍事力恐ろしいことだな。いや、フェイクすぐできるよ。あの城壁は何か怪しいぞ。守れたのか。
私たちの孫悟の血を。殿、魏軍は完全に撤退しました。この戦、私たちの勝利です。自分たちは守り抜いたのです、この愛する孫悟の血を。しかしまたよく燃えたな。今回の戦の主君は俺で決まりか。バカを言え。今回一番目立っていたのは俺だ。待て、この勝利は自分の策があればこそだろう。ご安心を、女性殿。あなたの功は皆が認めるところです。ただ私が頑張ったことも少しは認めていただければと。わかっているとも、リクソン。One for Zhao Tai and Han Dang. They're both, I think they're both dying after this one. そうですね、女性殿。いい響きだ。孫悟に明るさが戻ってきたな。春の日だまりのごとく、暖かく穏やかな空気だ。まあ、これで死んだ連中も納得するだろうさ。そうだろう、カンネ。どうしたのです、孫賢殿。さっきから黙ったままで。殿。孫賢様、泣いていらっしゃるのですか。はあ、そうだ。そうだったのだ。私が本当に願い、欲したもの。それは、天下などではなく、64. All right, that's it for this chapter. Thank you for watching if you're watching this on YouTube. If you're watching this on Twitch, we're gonna keep going.